日本円って下がってるじゃないですか、うん、今だってガソリンの値段とかめちゃくちゃ上がってるでしょ、うんうん、そうですね、もうなんかリッター200、廃屋200円いくじゃねえかみたいな勢いが上がってきてるじゃないですか。でオイルが上がると全てのものの値段が上がるんで、もちろんインフレになるのは今の状態だったらいいんだけど、その分やっぱ生活厳しくなりますよねみたいな、今まで吉野家の牛丼をねなんか300いくらで食えてたのがなんか400いくらになるとか500いくらになるみたいな、マクドナルドのハンバーガーも1個400、500円ぐらいになるかもしれないですよね、うん、えそれ大丈夫みたいな話ですよね、うんうん、我々飲食業も大変ですよ、原価がだってこれだけ上がってきちゃうわけですから。そうだから、そう僕はだから安売りをしてた業界は厳しいだろうなと思って、うん、だって牛タンの値段なんか特にそうで、ものすごい上がっちゃってましたね。そう3倍とかになっちゃってる、うん、牛のタンなんてね、うん、1頭から1本しか取れないんだから、うん、めちゃくちゃ貴重なんですよ実は。でもアメリカ人タン食わなかったから、あの仙台の牛タンとか大量に仕入れてたけど、うん、今中国人とかそれ気づいちゃったから。で吉野家の牛タンもショートプレートっつってバラ肉の部位を使ってんだけど、これも中国人が気づいちゃったから今どんどん上がってて、ね、吉野家の牛丼が1000円になる時代も遠くないと思いますよ。小麦粉なんかも上がってくるんで、小麦粉って結構いろんな業種に使われてるじゃないですか。そうそうそう、ですからこれもかなり厳しいなと、まあ、私も朝食屋さんでパンケーキやってますんで結構きついなというふうに思ってるんですけれども。いや僕もパン屋さんやってるから、はい、パンの値段上げたんですよ1月に、はい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 、ザクザクカレーパンって250円だったら290円に上げたんですよ、はい、もう大ブーイングですよその加盟店さんからね、はいはい、なんでそんな突然に40円負けるんだと、うん、いやいや絶対インフレは続くから、うん、いや僕説得しましたよだから、うん、いやだって小麦の価格が短期的に下がる要素は一つもないよと、うん、はい、そしたらまあその時は実はウクライナの戦争起きてなくて、うん、はい、単純に世界の穀倉地帯というのはもう水不足になってると、うん、アメリカなんかも特にそうですよね、うん、もうグレートプレーンズとか、はい、もう地下水汲み上げすぎちゃって、うん、もう水不足になってるんですよ。日本にいると水不足ってあんまりこうピンとこないんだけど、うん、世界的な大平原はみんな水不足になっていて、それは中国の旺盛な需要のせいなんですけど、だからもうこれ以上生産量増やせないんで、だから値段は絶対上がらざるを得ない、うん、今でも外食もあるいはスーパーの食品もすごく値上がりし始めてますよね。これがどこまで消費がついてくるかっていうのはすごく大事なポイントで、何年か前 4,5 年ぐらい前に鳥貴族が280円を298円にしたってしたところ、めちゃくちゃ売上が落ちたんですよね。やっぱそのわずか18円ぐらいどうでもいいじゃんって思いきや、やっぱり結構効いてくるようなところがあって、だからその今の値上げでもちゃんと需要がついてくれば値上げしやすい流れに変わっていくと思うんですけど、やっぱり値上げに対する消費者の抵抗っていうのはすごく強いんだなっていうのは今のところは思ってるところで、安売りを売りにした業態は難しいですね。ああそうかもしれないですね、うん、だからブランドを価値を高めて高くても買うよっていう風なブランディングをしてないと厳しいんですよね、うん、おっしゃる通りです。すごいあの高級なレストランだとか高級なホテルとか温泉旅館とかっていうのはむしろ10年前と比べたらすごい値段上がってると思いますし、価格設定っていうのは結構二極化してるというか、高級ゾーンっていうものはどんどん値上がりしてる一方で、大衆品のところはなかなか上がらないっていうのは結構、いやでもね面白い時代ですよ。商売人としては面白いですね、はい、うん、それどういう意味で、あのもう要はだから これまでの常識が通用しなくなるんで、まあ常識っつってもたった20年とか30年のデフレ下での常識なんですけど、それがひっくり返るんで、ひっくり返るってことを認識してない人がほとんどなので、商売としてはめっちゃ楽なんですよ。値上げしていけばうまく取っていけるっていう話ですか。値上げできる業態を作るってことですね。あ、なるほどですね、うん、例えば堀井さんのそのカレーパンの値上げで加盟店はそういうのあったと思うんですけど、結果はどうだったんですか。いや結構別に売り上げ変わってないんですよ。安売りじゃなくて質で勝負してたカレーパンはそこで変わっていかない。いやいやそういうわけじゃなくて、うん、単純に値上げをすりゃいいだけの話なんですよ、うんうんうん、市場がそうなんですよ。小麦の値段が上がってるんで、はい、値上げさせていただきますと、うんうん、堂々としてりゃいいんですよ、うん、まあ、すいませんって言うからダメなんですよ、うん、そう、そこ変わっていかないと結局いつまでたっても物価上がらなくて、アメリカなんてもう当たり前のように半年後でも1年後でもどん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 値上げしていくわけで、うん、だからそこがね日本人のその多分マインドなんですけど、だから取り木マインドなんですよ、うん、だから僕結構取り木に対して厳しいんですよ、うん、取り木の社長の大倉さんの息子ってジャニーズじゃないですか、はい、関ジャニーズですね。そう関ジャニーなんですけど、まあ、共通の友達がいて、はいはい、いや堀江さんなんかお父さんの会社あんまりいじめないでって言っといてくれますかってことを言われたことがあるぐらい、ちょっと取り木に関しては割と僕は厳しめなんですけど、ただ人口ピラミッドとか分かりますよ、ね、はいはいはい、もちろん
こうなるだろうなっていう、うん、でもインバウンドですっげえ外国人が山のように来ることまでは予測はできなかったですもんね、うんうん、でなんで日本に観光客が来てるかっていうと日本の結局物価が相対的に安くなっていて、うん、平均年収も多分東南アジアの主要都市クアラルンプールとかジャカルタとかバンコクとかの平均の給与と日本の地方都市の給与そんなに変わんないですね。なってきてますね。うん、日本にずっといるとみんな分かんないんだけど、うん、行くと富裕層はもうめちゃくちゃ金持ってるし、うん、普通の人が日本に LCC で来てるからで彼らはさこんなサービス良くてこんな安いのみたいな、うん、いやこの間慰安旅行でバンコク行ってきたんですけど、はい、あれ安くないなって、うん、もうバンコク安くないですよ全然全然安くないなっていう。確かにアジアに行ってで安いって思ってた時代は終わったなって思います ね、 ね安くないですよね。安くないです。その辺の飲食とかは多少安いって思いますけど、でもそれこそお酒飲んだりとかすると普通にお金かかるなって思いますもん。シドニーは世界で一番物価高いから。嘘、だって今資源だから資源高いじゃん。だってガソリンだって今めっちゃ高いじゃん。で中国は経済発展していろんなもの自動車だってたくさんできてるし、鉄足りなくなるじゃん、うん、石炭も足りなくなるじゃん、うん、鉄作るのに石炭必要だから、うん、鉱物が必要だからね、うん、だからそれ全部オーストラリアじゃん。中国の国内需要を国内生産で賄えないからオーストラリアとかから輸入しなきゃいけない。でオーストラリアはその国民が少ないから、うん、国内内需はあまりないから輸出するわけじゃん。鉄鉱石とか石炭は、まあ、アジアの地域だったらオーストラリア近いから、うん、オーストラリアから輸入するじゃないみんな、うん、ただ資源高で今もうだから物価一番高い。最低時給 2,3 千円ぐらいいってんじゃない多分。要は物価が高いわけ。だからマシのマシのラーメン1万円で出しても別にいいわけ。物価が高いから原価が安かったら儲かるってことですか。いや物価が高いからその高いものもそう売れるってこと。なるほどね。東南アジアとかで、あ、まあ、東南アジアも最近高いですけど、そうだから要は首都とかは高いじゃん。バンコクとかさ、うんうん、ジャカルタとかみんな高いわけ、うん、だから全然いいのいくらでも商売で